はい、皆さんこんにちは、あばやチャンネルです。このチャンネルでは今まであまりソニー以外のネタというのは扱ってこなかったんですけど、最近各社フルサイズミラーレスの発表ラッシュということで、さすがに触れないわけにはいかないだろうと思いましたので、今日は各社ミラーレスについて話をしようかと思うんですが、先日もパナソニックからフルサイズミラーレス S1 シリーズの発表がありましたね。でライカの L マウントアライアンス でライカ、シグマのレンズも使えて、まあ、シグマのマウントアダプターを使うとありとあらゆるマウントのレンズも使うことができるという、これはかなりインパクトがある発表だったわけなんですけど、まあ、個人的にはシグマもフルサイズミラーレスを発表するということで、まあ、フォビオンセンサーでフルサイズというのがかなり魅力的だなというふうに思いました。まあ、今日は L マウントに関してはまだまだちょっとわからないことが多いので、ひとまず置いておいて、今日比べるカメラはこの3つのカメラで比べてみたいと思います。まずニコンのフルサイズミラーレス Z7、 次いでキヤノンのフルサイズミラーレス EOS R、 そして私も使っているソニーのフルサイズミラーレス α7 R3、 この3つのカメラをいろんな視点で比べてみたいと思います。はい、まずボディサイズを画像比較で見てみたいと思うんですが、サイズ的には 7R3 がダントツで小さいですね。縦 95.6mm、 横 126.9mm となっていますが、それに対してニコンの Z7 が縦 100.5mm、 横 134mm、 キヤノンの EOS R が縦 98.3mm と横 135.8mm ということで、キヤノンとニコンの2社は不思議と同じぐらいのボディサイズになってますね。でニコンの Z7 はやっぱり D850 を思わせるデザインが感じられますし、キヤノンの EOS R も 5D Mark IV をスリムにしたようなデザインになってますね。で Z7 はファンクションが前面に2つあるのが特徴かなと思うのですが、 Z7、EOS R ともにレンズ取り外しボタンが前面から見て右についてますね。マウント内径が Z7 が 55mm、 EOS R が 54mm、 7R3 が 46mm となっています。一時ニコンがマウント内径を大きくして将来的に中盤センサーを積むことを考えているなんて噂が流れてましたけど、見たところ中盤センサーは載せられないみたいなので、その点は安心しました。でソニーも当分中盤はやらないとアナウンスしてますけど、現時点では3社ともに 35mm がベストというふうに考えているんでしょうね。はい、次に上面軍幹部を見てみたいと思うのですが、3社ともに考え方の違いが現れていて面白いですね。でニコンの Z7 は今までのカメラのノウハウをそのまま Z7 に用いたようなデザインになってますし、でキヤノンは先進性を表すようなギミックに富んだデザインになってます。でソニーも先進的なの好きなのに、まあ意外とデザインはアナログなデザインになってますよね。で Z7 と EOS R ともにサブディスプレイが搭載されているのがいいですよね。 7R3 も左側にスペースが余っているので、まあ、こんな感じでサブディスプレイを搭載してくれないかなと個人的にはちょっと思っています。グリップまでの長さが Z7 が 67.5mm、 EOS R が 84.4mm、 ソニーが 62.7mm となっています。で実機を試した方の動画などを見ていると、ニコンの Z7 がかなりホールド感がいいみたいですね。でキヤノンはグリップ部を少し長く取ってあるような感じですね。7R3 も 7R2 に比べてだいぶ握りやすくなりました。まあ、ちょっとしたカーブの違いなんですけど、全然握りやすさが違いますね。で使ってみないとわからないですけど、まあ、個人的にはモードダイヤルはアナログな方が操作しやすいんじゃないかなというふうに思っています。ここでフランジパックに触れてみますけど、ニコンが 16mm、キヤノンが 20mm、ソニーが 18mm となっています。こう見るとキヤノンのフランジパックが意外と長いんですよね。でフランジパックが短いほどマウントや光学接近に有利かと思うのですが、その点ではニコンがダントツに短いですね。でソニーはその間ということで、3社ともに長さが違うというのが興味深いですね。はい、それでは背面レイアウトを見ていきましょう。まあ、ちょっとしたデザインの違いはありますけど、ニコンとソニーはボタンの配置は似たような感じになってますね。でキヤノンが少しスッキリとしたデザインになってますが、まあ、6D Mark II に近いレイアウトですよね。
で、ニコンとソニーはジョグダイヤルがあるのが特徴で、キヤノンの EOS R にはジョグダイヤルがありません。個人的にはファインダーを覗いているときはタッチパネルよりジョグダイヤルの方が操作しやすいような気がします。で、 EOS R はマルチファンクションバーと呼ばれるものがついているのが特徴で、ここでホワイトバランスや ISO を素早く設定できるそうです。で、 Z7 と EOS R は親指 AF が右寄りについていますね。で、私も 7R3 で AEL ボタンに親指 AF を割り当ててます。で、 Z7 と EOS R はファインダー開口部が大きくて覗きやすそうですね。これなら私のようなメガネの方でも覗きやすいんではないでしょうか。はい、それではスペックの違いを見ていきたいと思います。ニコン、キヤノンともにソニー 7R3 を比較対象として見ていきたいと思います。で、スペック表は全てのスペックを表示したものではなくて、私が気になったポイントをピックアップして表にしてみました。それでは私が優れていると思う部分を色を変えて見ていきたいと思います。はい、Z7 と 7R3 ともにローパスレスで4000万画素を超える裏面照射型の 35mm フルサイズ CMOS センサーを搭載してますね。で、 Z7 もソニーの CMOS センサーを使っているのではと言われていますが、まあ、真相は定かではありません。で、画像処理エンジンが Z7 が XSpeed6、 7R3 が BeyondX、そしてフロントエンド LSI を搭載していることによって大きなバッファーと高速処理できるのが強みとなっています。で、 ISO 感度は Z7 が常用 ISO64 から25600ということで低感度で強みがありますね。で、即拠点が493点ということで、こちらも Z7 の方が多くなってますね。で、両カメラともにボディ内手ブレ補正を内蔵してますが、 7R3 の方が 0.5 段分勝ってますね。で、高画素で連写もできるカメラだとこの 0.5 段分というのは結構効いているような気がします。 EVF は369万ドットの OLED で、 7R3 は 120fps に切り替えることが可能になっています。動体撮影時に 120fps にするとヌルヌル動くので結構感動しますよね。Z7 は 60fps ですが、光学ファインダーに定評があるニコンらしく、まあ、倍率も 0.8 倍でファインダーもかなり見やすいそうなので、 Z7 の EVF の方が優れていると評価させていただきました。背面モニターも Z7 が210万ドットと勝ってますね。で、 Z7、 7R3 ともにタッチパネル対応のチルト方式の背面モニターになります。で、ポイントはやっぱり連写性能ですね。 Z7 が AF-AE 追従で 5.5コマ秒、 7R3 が AF-AE 追従で10コマ秒での撮影が可能になっています。で、特に 7R3 はバッファーが大きいので、 Z7 がローで最大23コマ撮影できるのに対して、 7R3 はローで最大76コマまで撮影することができます。で、それと Z7 が顔認識のみに対して、 7R3 は瞳 AF にも対応しています。で、瞳 AF で α を選ぶ人も多いそうなので、ここがやはり大きなポイントですね。で、私が個人的にやっぱり一番気になったのはこの記録メディアの部分ですね。で、 Z7 は XQD カードのみということで、やっぱり SD カードに対応するべきだったんじゃないかなというふうに思いますね。で、将来的に CF エクスプレスに対応予定なので、まあ、シングルスロットで問題ないとのことですが、普及している SD カードに対応しておいた方がやっぱり利便性はかなり良かったんじゃないかなというふうに思います。で、 7R3 はデュアルスロットでスロット 1-2 にローと JPEG 画を振り分けられるので、この点はかなり便利です。はい、電池の持ちが悪いと言われ続けた α シリーズも 7R3 ではかなり改善されまして、普通に撮影する分には1個で十分1日撮影することが可能になりました。で、 Z7 はファインダー使用時は撮影可能枚数が330枚ということで、 7R3 より200枚ほど少なくなっています。で、 7R2 の撮影可能枚数がファインダー使用時290枚だったので、気持ち Z7 の方が多いかなという感じですね。で、やっぱりミラーレスは EVF などにも電力を食いますので、今までのバッテリーマネジメントとはやはり別物なんでしょうね。はい、最後に画角が
Z7 が44万前後、7R3 が34万前後となっています。Z7 の価格は 7R2 が出た時とほぼ同程度の価格ですね。7R3 はだいたい10万ほど安いので、この10万の差をどう考えるかがポイントかもしれないですね。で、初めてのフルサイズミラーレスでレンズも揃えることを考えると、この10万をレンズに使うか本体に使うか悩みどころじゃないかと思います。はい、では次に EOS-R のスペックを見て比べてみたいと思います。こちらも優れていると思うポイントを色を変えて見ていきたいと思います。EOS-R は 5D Mark IV 相当ということなので、 7R3 より本当は 7-3 と比べるべきなのかもしれませんけど、今回は 7R3 と比べてみたいと思います。で、有効画素数が EOS-R が3030万画素、 7R3 が4140万画素となっています。で、ちなみに EOS-R はローパスフィルターありですが、このローパスありなしは好みの問題かなというふうに思いますね。で、なしだと映りすぎてしまう感じもありますし、それぞれ取り比べてみて判断するのが良いのではないかと思います。で、画像処理エンジンが EOS-R が DIGIC8、 7R3 がビヨンズ X、 ISO 感度が EOS-R が常用100から4万、 7R3 が常用100から3万2000なので、 EOS-R の方が常用でノイズが少なく撮影することができますね。キャノンもインタビューで 5D マーク4との違いがこのセンサーの感度性能だとお話しされていました。で、即拠点が EOS-R では凄まじいことになっていて、5655点というのは私も最初何かの間違いじゃないかと思いましたけど、本当みたいですね。で、カタログには位相差検出時としか書かれてないのがちょっと気になりますけど、まあ即拠点が大いに越したことはないんではないでしょうか。多分多くの人が EOS-R で残念だと思っているのが、このボディ内手ブレ補正がついてないところだと思います。で、一応レンズ側に手ブレ補正がついていて、センサーで疑似的にボディ内手ブレ補正をしている感じになっているというのは、まあ理屈ではわかるんですが、まあミラーレスでオールドレンズが流行っているのを考えると、ちょっと残念なポイントではありますね。で、EOS-R では結構放熱が厳しいんじゃないかと言われているそうで、そう考えると、まあ、ボディ内手ブレ補正がついていて、ボディが小さい 7R3 だとか 7-3 の凄さがとてもよくわかります。 EVF は性能的にはほぼ同等ですね。で、倍率が 7R3 が 0.78 倍、 120fps 表示が可能になっています。で、背面モニターが EOS-R のみバリアングルになってますね。で、フルサイズミラーレスで自撮りをしたい人はこの EOS-R 一択になりますね。で、私も α にバリアングルが搭載されればいいなと思っていた時期もありましたけど、まあ、チルトにはチルトの良さがあるなと最近感じています。で、縦撮りが好きな人はバリアングルの方が便利かもしれないですね。で、連写性能は EOS-R が AF 追従で5コマ秒に対し、 7R3 は AF 追従時でも10コマ秒で撮影することができます。で、瞳 AF は EOS-R でも使うことができるんですけど、追従では瞳 AF を使うことができないんですよね。で、 7R3 では追従でも追い続けることができます。はい、記録メディアが EOS-R がシングルスロットで SD カード UHS-II 対応ですね。まあ、デュアルスロットじゃないのがちょっと残念ですけど、まあ、EOS-R の場合は高画素機ではないので、まあ、シングルでもいいんじゃないかなというふうに思います。で、撮影可能枚数が370枚となっていますが、これはファインダー使用時なのかモニター使用時なのか、残念ながらカタログでは分かりませんでした。まあ、Z7 よりかは少しバッテリーの持ちが良さそうです。で、重さが 660g と EOS-R は大きさの割に軽いんですよね。で、ニコンの Z7 も 675g ということで、ミラーレスの魅力はやっぱりこの軽さだと思います。はい、最後に価格ですが、 EOS-R が23万前後とかなり安く感じますが、新しい RF レンズがとってもお高いので、このバランスをどう考えるか。まあ、EF レンズを持っている人はマウントを買えばそのまま EF レンズの資産が使えますので、かなりお得感がありますね。それでは最後に標準ズームの比較をしてみたいと思います。
で、まずシリーズ名ですが、ニコンはニコール Z S ライン、キャノンはマウント名がそのままシリーズ名になっていて RF レンズという名称ですね。で、そしてソニーの G マスターとなっています。ニコンの S ラインは来年 F2.8 度子の標準ズームが発売することがロードマップで発表されてますけど、まだ発売は先ということで、今回は発売間近の F4 度子の標準ズームで比べてみたいと思います。焦点距離は横並びと思ってたんですが、キャノンの RF レンズは 28-70mm と 24mm じゃないんですよね。で、最近焦点距離をずらすのがちょっと流行ってますけど、このずらしの意図がどういうことなのか、F2 を実現するために 28mm じゃないとダメだったとか、まあ何か事情があるのだと思います。で、大きさはやっぱりニコンの F4 同士が一番小さいですね。このサイズならつけっぱなしでも問題なしサイズだと思います。で、重さも 500g と軽いですね。で、キャノンとソニーは F2.8 と F2 ということで大きなサイズになっています。で、特にキャノンの RF は長さも幅も大きいレンズとなっていて、重さも 1430g とかなり重いレンズですよね。この重さは 70-200mm 並みの重さなので、普段持ち歩くにはちょっと躊躇してしまう重さとなりますね。で、ソニーの G マスターは 886g というふうになっています。で、最短撮影倍率がキャノンが 0.18 とかなり大きく映せますね。で、タムロの 28-75mm が 0.19 の最短撮影倍率で話題になってましたけど、それを上回る最短撮影倍率はすごいですね。で、特徴としてはニコンとキャノンのレンズには絞りや露出を割り当てることができるコントロールリングがついてますね。で、 G マスターは瞳 AF などを割り当てることができるフォーカスフォールドボタンがついているのが特徴となります。で、キャノンの RF レンズはインナーフォーカスで筒が伸びないのがいいところですよね。そしてお値段がニコンが13万前後、キャノンの RF レンズが40万前後、ソニーの G マスターが27万前後となります。で、キャノンはカメラ本体は安いけれど、まあ、レンズがかなり高い値段設定となっていて、私も発表された時はとてもびっくりしました。で、私も先日 24-70mm の G マスター買ったばかりですけど、まあ、27万でもかなり躊躇したのに、40万を超えるとなると、まあ、相当悩むんじゃないかと思いますね。まあ、逆に高すぎる方が他に変わるものがないから悩まないのかなとも考えたりするんですけど、まあ、本体と一緒に買うとなると60万ですからね。やっぱりおいそれと買えるもんじゃないですね。はい、画像比較とカタログ値などを見比べていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、比べてみると各社設計哲学が違うというか、まあ、いろいろ個性があって面白いですよね。で、ニコンは本当に優等生というか、まあ、カメラメーカーらしいカメラでグリップもしっかりしてますし、で、ファインダーやボタン配置とかもよく考えられていて、まあ、D850 のいいところを凝縮してあって、本当に見事なカメラだなというふうに思ったんですけど、まあ、EOS-R もマウントに ND フィルターを搭載できたり、まあ、レンズとセンサーで手ブレ補正を制御したりと先進的な試みがされていて、非常に面白いなというふうに感じました。特にマウントに ND フィルターを搭載できるっていうのはフィルターメーカーにとっても結構衝撃的だったんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、考えられるのは、こう超広角で前玉が飛び出てしまっているレンズとかにも ND フィルターの効果がつけられる利点とかがありますよね。まあ、ソニーもこれから負けてられないと思いますけど、 ND フィルターに関してはですね、個人的にはソニーのカムコーダーで FS7 というカメラがあるんですけど、それに搭載されている電子式可変 ND フィルターというのがあるんですけど、まあ、これがどういうものかと言いますと、こう物理的に ND フィルターをつけるんじゃなくて、こう電子の膜で ND フィルターをつけてしまおうというものなんですね。で、これが α に搭載してくれたら面白いのになというのはずっと考えていて、まあ、ログ撮影の時も便利ですし、まあ、スチルでも ND フィルターでこうシャッタースピードを落として撮影するというのが流行ってますので、まあ、7S3 あたりで搭載してくれないかなというのはずっと考えていて、本当に勝手な思い込みなんですけど、そんな妄想なんかを抱いています。で、瞳 AF に関しても先日フォトキナで動物にも対応することが発表されましたが、
まあ、これがファームウェアで対応するのか、まあ、新しい本体の方で対応するのかというのはまだちょっとわからないんですけど、まあ、来年初頭という話ですので、これもまた楽しみですね。はい、今回はニコン、キヤノン、ソニーの各社フルサイズミラーレスを見比べていきましたが、まあ、私の方からここのメーカーのカメラがいいですよというような言い方は今回はあえてしません。で、私まだ実機も触ってませんし、まあ、私の方からそんなことを言うのもおこがましい話だと思いますので、そういうような言い方はしませんが、やっぱり私はその自分のライフスタイルに合わせてカメラを買うのが一番いいんじゃないかなというふうに思ってるんですね。で、私の場合は動画もカメラもやりたいと思ったので、そのソニーを選びましたし、で、これから動画やカメラをやりたいっていうんであれば、今度のパナソニックの S1 シリーズに行くのもいいと思いますし、まあ、高画素で手軽に風景撮りをっていうんであれば、ニコンの、Z7 に行くのもいいと思いますし、で、ちょっとおしゃれにインスタ映えする写真をっていうんであれば、キヤノンの EOS R に行くのもいいと思いますし、このカメラを買うことで、その自分のライフスタイル、今後のライフスタイルがどういうふうに豊かになるのかなということを考えながら、カメラを選べば、どこのメーカーのカメラを買ってもそんなに後悔することってないんじゃないかなというふうに思いますね。はい。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。